どうもこんにちは。なんとついに YouTube の収益が振り込まれました。苦節5年半ですよ。四捨五入したら6年ですかね。2018年にチャンネル作って動画を投稿し始めたのが2019年ぐらいで、ちゃんとパソコンと編集ソフトを導入して本格的に編集を始めてから約4年ですね。ようやっと自分がタダで趣味として始めたことにお金がつきました。こちらですね。それがこの金額8000円。この8000円が僕の約6年間のお給料でございます。6年の匂いがする。もちろんね、チャンネル登録者数含めこの数字だけで言ったらもう世間一般的には売れてないどころかスタートラインにすら立ってないような、吹けば飛んでしまうような数字なんですけれども、ただこれも本当に一つ一つの積み重ねというか、今僕がこの8000円手にできてるのはあなたのおかげですからね。他の誰でもない今この画面を見てくれてるあなたの1回再生が僕にとっての 0.01 円ぐらいになってますから、それが今登録者でいうと1800人ぐらい、いくつも積み重なってようやっとこの金額になったということで本当にありがとうございます。始めてからね、本当に5年間、始めた当時は YouTube で売れてやろうっていうスタンスでは全くなくて、まだ若かったからね、とりあえず YouTube 始めて1000人ぐらいだったらすぐ行くだろうから、登録者1000人いますよっていうのを宣伝材料にしようと、それでオーディションとか受けていこうっていうモチベで始めたんですけれども、いつの間にかもう手段と目的逆転しちゃって、今となってはもうオーディションとか受けに行ける年齢ではなくなってしまったんですけれども、それでも5年経過してこの半年では本当に一気に800人くらい、ようやっと1800人。でも最近よく見かけんですよ、同じ特撮趣味の人とかバイク界隈の人とかで、いや YouTube やってみようかなとか始めてみましたっていう人で、1ヶ月足らずで1000人超えましたよとか、2ヶ月経たずに収益化できましたよってどんどん追い抜かれていくわけ。まあでもね、人には人のペースということで、僕は6年かかって収益化できましたよ、やっとこの金額ですよっていうことですね。まあでも本当にね、すごく嬉しいです。誰に頼まれて始めたわけでもない、本当に自分が好きで始めて、好きなことしか喋ってない、なんなら外にもほとんど行かずにただ家の中で喋ってるだけの動画で8000円ついたっていうのはすごく嬉しいですね。このお金は本当に大切に、給料袋もね、あったからこれにしっかりとしまってですね、今後の人生のために大切に使っていこうと思ってます。というわけでですね、見てくれてる方々が一人でもいる限り今後の糧になっていきますのでですね、皆さんどうか今後もともとだったら動画投稿よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の収益でお会いしましょう。バイバイ。